はい、皆さんこんにちは。相変わらずハリウッドは暑いです、はい、ね、あの、ね、これ何て言うんだっけ、インディアサマーじゃなくてサンタナウィンドっていう、サンタアナウィンドっていうのか、ね、それかどうかわかんないんだけど、うん、このぐらいの時期にで夜もそんな寒くないし、まあ、ちょっとレニーっていうかね、雨がね降ってるからいいのかな、ね、うん、そういう感じでいいですね。というわけでシュート君と私、神田さんが、一緒に出てる週のマジックキャッスルです、ね、今日このオンエアの時はもう最後のショーが終わって、うん、初めてじゃないですか、初めてだよ。ディナーとかはあったけどさ、別のところのシアターで出てるっていうのはすごいよ。そうそうで、シュート君さ、思ったんだけど、日本でこのショーやらない？1回だけ忘年会できたけど、やりゃできますけど、ね、うん、シュートと俺のショーを忘年会した人だけ見せたいよね、うん、すごいじゃん、特別サービス。他のショーいらないでしょ最近。なんか田島さんごめんね、なんか僕のことあんまり大事に思ってくれてないのか、あの日本人は贅沢だよね、なんかね、面白いのいつでも見れるんじゃないのなんて思ったりして、なんかそのうちなんかすごい重大な病気にかかった時になんかいきなり毎週お世話くれたりするんですよね。そういうもんなんだよ俺にくれよ、俺に特別なんとかフェローシップとかくれたりするんですよね。あの魔法信じる会っていうの忘れちゃった、あれ、まあいいやな、信じる会、もう信じる会、これ真面目な番組ですから、あんまりふざけられないんだけどね。いやでもね、僕本当にね思うことがあります。島田春夫さんもそうですけどね、はい、あのやっぱり病気になったりとかね、年配になったから特別賞あげようって俺なんか間違ってると思うんですよね。あ、それ間違ったね、うん、だって貢献してる人たちってのは若くても年配でも全力でやってるわけだし、うん、ね、それに価値があると思ってないのがそもそも強いです。日本はね、なんか変な年功序列があるね。いや、年功序列はあの若い人間からすれば大事なことなんですよ。いいけどね、だけどでも、シュート君も結構そういう意味では年功序列を大事にする儒教の考え方はキープしてて、偉いなと思うよね、うんうん、やっぱ先輩を敬うよ ね、まあ、ね、すごく。俺なんかあんまり敬わないからさ、うん、どっちかって言ったらそういうところは俺の方が、うん、あの欧米人向きだよね、うんうん、年食ってら偉いもんじゃないっていう考え方必ず持ってるからさ、うん、年を食えば食うほど頬を垂れる稲穂かなってそんな違いない稲穂腐っちゃうってラジオまでと思っちゃったけど、まあでもね、ちょっと真面目な話に戻しましょう俺が一人で出してくれたから失礼なお返しになっちゃうあの基本的に今回のショーをやってる時に自分的な考え方としてこだわりって何かありますか？ショーやってる時にこだわり、そうそう、ショーのこだわり、あのね、全員、まあ、パーラーだから今いいんですけど、うん、約60人前後の人数が入ってるわけですけど、全員の目を全員、まあ、見れるかどうかっていうのは、そうだね、これだよ、俺はもちろん絶対それ、うん、パーラーって部屋大きいからね、うん、やっぱり制御というか、その全体を、ね、飲み込むぐらいの器があるかどうかなので、やっぱり。僕の場合はね、あの黙ってても自分の向きから考えて右、客側から考えて左、うん、ここは黙ってて見るじゃん、あのスペクテーター絶対全部右手に置いてるし、うん、ね、うん、であの左利きだから、うん、だからねセンターと、あのとにかく自分から見た左、客側からの右をものすごく大事にする、うん、だからトーク、アイコンタクト、そういうもの全部そっちから見せる、うん、だからものすごくいいよ。あとそれぞれ来たマジシャンにもあのアイコンタクトで、ね、あいつだけなかったな、あのいつも俺とオーディションやってる、誰、クローズアップの、ジョン・ジョージ、ジョン・ジョージ、はい、ジョン・ジョージ見に来た時だけあいつはね目はあんまり合わせないんだよね、入れてくれって言ったくせに、しゃあないんじゃないですか。で俺はいいよ入っていいよって言ったらホストに止められちゃって、並べって言われたから、かわいそう、それはいつも入っておいでよって言ったら、うん、ホストに止められジョン・ジョージ、本番がいいよって言ったのに、根本的な問題だそれ。もうね、ジャック・ゴールド・フィンガーは30分も前からさ、終わってから待機しないでくれって言ったね、え、うん、そうそうそう、でもあのやっぱりこだわりってあるでしょ、やっぱりその目の視線は絶対あるよね。ありますね、こだわり、うんうん、やっぱりね、あの全体のバランスが大事で、うん、結局、まあ、それ今の話に連携することなんですけど、はいはい、やっぱり70人60人いれば当たり前なんですけど、20人もそうですね、あの、うん、その時のグループがいるじゃないですか、4人組6人組、はいはい、また2人カップルとか、はいはい、その人たちってね、みんなテンションがやっぱり最初違うんですよ、うん、そのテンションの、ね、温度差でね、お客さんが引いちゃう時もあれば、あの後ろの方に盛り上がってる人があれば盛り上がるんだけど、前の方に盛り上がってる人がいるとそれが壁になって後ろの人にが冷めちゃう場合があるんですよ、はい、だから、ね、そういうのもあるので、あの最後ね、ショーが終わる時にどのぐらい最後リズムが全員、まあ、一緒に当たり前になるんですけど、うん、あの全員一緒になって最後あのいい賞だったと言わせるかっていうね、うん、その全体の空気の制し方がやっぱり一番鍵になるんじゃないかなと、まあ、そうだね、うん、分かる分かる、そう、面白いな、面白いな、あとね、僕はあの今回のショーは、20年前にやったショーをそのまま再現してるんで、一生懸命、すごいね、ちょっとだけね、変えざるを得ないところってのがあるんだけど、うん、やっぱり20年前のコインっていうのはね、俺実際やってて、ね、コインいっぱいあったでしょ、でコイン早めに引退してるから、やっぱりね、ちょっと自分の中で嫌なところあるんだよ、うん、下手だ、うん、それと同時にね、20年前のショーっていうのは
やっぱり、なんだろうな、ちょっと見切れてたんだよね。どう見ても考えても。そんなことありえないです。まさか見切れるわけないじゃないですか、ね、やっぱり、20年前は見切れたとこがあった。今考えれば。圧で飛ばしてた。目で飛ばしたんだけど、だから目がじゃなくてさ、やっぱり一般のマンションたちもその見切れないようにしなきゃいけない部分ってのやっぱりあるから、ね、見切れの方がいいですけどね、うん、で今ねノースチールメソッドをね、うん、いっぱい使ってるんだけど、うん、あれって引っかかんのねみんなね、ね、うん、あとサインドカード2種類やってんだ、あれも20年前やってんだけど、普通のサインドカードとトップスイッチのバージョンと、うん、これも引っかかるね、これだったら間違えちゃう、そこは絶対間違わないの、うん、いや俺のそれの売りだから、要するに一般向けのバージョンとプロフェッショナルバージョンって言って、これ一緒だよねって言ったら、たくさんやってるやつはやっぱ間違いづらいですね、じゃあ、うん、だから一番俺が間違えるのはね、やっぱりね、流れでそう言っちゃうんだよね、客の3枚のカード当てのところが、はい、流れでね、突然ビジターになっちゃったりとかしちゃってね、流れで裏にしちゃう、酒は飲むなってことですかね、いやいや、飲まなくてもそういうことがあったんだけどで治ったのに飲んだら元戻っちゃったってことなんだけど、そういうこともあります、うん、いやでもね、やっぱりやってて最後の忍者リングだけはやっぱり同じことやってても、テンポが変わったし、あとね、いや自分でね、忍者リングが惚れ惚れしたね、やっぱ20年前に初めて忍者リングを見て衝撃をやってくれた、うん、その当時、まあ、中堅のね、うん、今じいさんの俺と同じかもうちょっと上かな、うん、の人たちがもう忍者リング出た瞬間にその場でスタンディングオベーションすごい、おじいちゃん座ってるじゃない、待ってたんだね、待ってましたです、絶対見たかった、そりゃそうでしょ、スターウォーズが帰ってきた、うん、オリジナルを見たかった、それやんなかったら本当に金返せって、別に。それでその会員がスタンディングオベーションさ、終わった後にさ、サンキューと終わったら総立ちになって、うん、それでその最後におじいちゃん泣いちゃったの、うん、ボロボロ涙こぼして、もう本当感動だった、ああいうの嬉しいね、うん、やる気がどん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 起きてくる、ね、うん、でシュートとはしごするとかいろんなこと言ってたよ、ね、稲田さんも僕言われましたよ、僕の、うん、パーラー の、うん、アーリーの人が俺大きいリングやるんだけどシュートやるよねリングって言われたら、俺やんないよ大丈夫だよやんないよって言ったら、ああよかったでもクロスギャラリーでやるけどね、マジでとか言って師匠だからしょうがないんで、まあ、全然今まで問題があったことないよそれでっつって言ったら、オーケーオーケーっつって喜んでまあね、そういうのあるんだよね、同じものをやらないとかね、ミッキーマスは 2匹出ちゃいけないとかさ、でもね、うん、チャイニーズシアターのミニ3匹ぐらいそう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 、なんかバラエティーが出てきましたねいるよチャイニーズシアターの前ね、うん、ミニが3匹いてたまに捕まっちゃって手錠かけられちゃうやつがいっぱいいんだよね、マジで何スパイダーマンなんかボコボコされてボロボロになっちゃって、そうなんか破れてましたね、ちょっと待ってくれ、マジックどういうどっかから鼻血出ちゃう、どうなのあれ、どうなのあれ、いやこれ日本撮りだって分かっちゃいますね、はい、まあでもね本当にね自分がやっててね、その20年ぶりにクローズアップなんだよ、要するにそれまで出てるってもね、ペラープロジェクトとしてのバーにしても結局シュート君がいてシュート君を引き立てるために出るわけでしょ、ね、だからバーマジックだってそのバーマジック の、 そのノリってあるでしょ、バーで一杯飲んでるノリを大事にしてるけど、このクローズアップはちゃんと車掌だから、そうだね、うん、それこそキャラクターも作り込んでさ、うん、いやそれは面白いと思うわやってて、まあでもね、ずっとやってて自分がどん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 年齢がかかって昔に帰ってくる気がしてて、うん、すごくいい感じがしたな、やっぱ楽しいよね、いやでもね、忍者リングはね、久しぶりに忍者リングの手順やってんだよ、うん、途中からシフトするんだけど侍に、うん、要するにテーブルでスピンさせてつなげるっていう、その昔から入る、うん、でもね気持ちいいですよなかなか、あちょっと見せて、で今ね鶴折ってんだけど、これ大事なことね、これはね鶴、これ直してあげて、ここ違うから、んはい、大丈夫、うん、俺の鶴に直して、あ俺の鶴、はい、何の鶴なんですか、タイトなん、今ね一生懸命俺たちのショーで使うね鶴を作ってるんですよ、タイト、ね、うん、ちょっと違うんでね、まあいいんですよそれは、うん、そんなもんで、うん、まあというわけで時間の方がだんだんとね、うん、経ってきちゃったんですけど、はい、現実的にはこの、放送が流れてる時はもうねショーは終わってます、ね、だけど、まだ今日はショーあるし明日もあるんだと思ってね、木曜日だから、ね、ああね、えまだまだ旋風巻き起こしましょうよ、旋風、そして日本の忘年会の時に、はい、シュート君のキャスのショーと私のキャスのショーを両方お見せしましょう、見れるんだね、すごい ねとっても面白いと思いますので、うん、道具持って帰んなきゃもっとたくさんだってパーラーショーじゃん、いつも大変なんですよね、持って帰んなきゃ、パーラーショーは楽だよね、フレームいらないんだよ、フレームいらないでしょ、あ、まあ、フレームじゃあフレーム、いやでもフレーム持って帰るし、結局そうなの、仕事それは自分じゃない、だってパーラーショーでしょ今回、クローズアップショーはだってクエスチョンがあるんですよ、なあ、うん、俺ちっちゃなさ透明のバッグ1個だけだよ、あとパソコン入れて15秒ですよ、大丈夫です、ミュウちゃんが突然変なとこ喋んなきゃいい、そうミュウちゃんここで話を、アロマたくさん感じますよっていうことで、ミュウちゃんそれでよく怒られてるから大丈夫ですね、ここから話はい、ということで、楽しいキャスのショーまだまだ続きます、我々はね、
それではまた来週はどんな話題かな。はい、はい、さようなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。